100度。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は前回インテルの内覧会でいただいたこちらのコア i9-12900K を実際に動かしてみたいと思います。ちなみにこの動画自体は案件ではないんですが、せっかくいただいたのでプロモーション付き動画として作成させていただきます。つまりインテル最高。ダメ、シュラミちゃん、それだけは絶対ダメです。え、なんで。お願いします、絶対にダメです。ということで今回の動画は i9-12900K の開封とスペックのご紹介、購入してきたマザーボードのご紹介と、え、買ってきた、さすがに CPU だけじゃ動かせないので、コスパ最強と言われたコテツマーク2での運用、そして最後に伝説の CPU グラー、グランドカマクロス先輩。久々の登場ですが、グラカマ先輩を使っても動かしてみました。ということで、もしよければ評価、チャンネル登録もご検討ください。それでは本編に入ります。それではこちらの i9 を開封しながら、この CPU のスペックのご紹介です。まずこちらの CPU ですが、プロセッサー名、Core i9-12900K でコードネームはオルダーレイクと言います。インテル系の CPU はセレロンから i9 までとグレードが上がっていくのですが、その中で最上位の CPU となります。もちろんその分価格も上がるんですけどね。まさかあんたがこんな最上位 CPU を扱う時が来るなんて。自分でもびっくりしてます。で、こちらの第12世代なんですが、ソケット形状が前世代の1200よりかなり変更となり、LGA1700 となっております。LGA1200 とか1700って何が違うの？簡単に言うとマザーボードについてるピンの数が大きく変わります。前世代まではマザーボードに1200本のピンがついてたんですが、今回から1700本のピンがマザーボードについております。ただ、これも数えたわけではないので本当に1700本なのか。その辺はマザーボードの時にちょっとお話ししてみたいと思います。何をもったいぶらすわね。外箱を後ろから開けると中からでかい金メダルが出てきます。いや、金だけど金メダルではないでしょ。今まで箱の横や上にプラケースで入った CPU しか触ったことがないので、どうやって開けていいのか探りながら開けています。なおこの金メダル、非常に反射するので、汚い部屋が映りそうで怖いです。早くきれいにしなさいよ。で、箱の底にはエンブレムシールがついた取扱説明書がついてました。では続いて CPU 本体を見てみましょう。こちらの金メダルを横に回すと蓋が開くようになっていました。すると中から CPU が出てきます。うわ、なんかすごい新鮮ね。持ってる手がいつも以上に震えてます。ではよく見てみましょう。シュララ。はい、こちらが CPU 本体となります。あれ、なんか縦長。はい、今までは正方形だったんですが、今回から少し縦長になりました。で、少しスペックの話に戻りますが、今回こちらの CPU なんですが、コア数がなんと16コアもあるんですね。16ってすごいわね。で、シュラミちゃん、今までの CPU でいくと16コアだと何スレッドになります？確かハイパースレッディングで1つのコアで2つのスレッドだったから、16コアだと、32スレッド。まあ答えは上に書いてあるんですが、今回のこちらは16コア24スレッドになり、なんでよ。こちらが今回のインテルの新しい技術でもあるんですが、今回こちらの CPU にはハイブリッドアーキテクチャと呼んでいる、高性能コアとなる P コアと高効率コアとなる E コアという2つの種類の CPU コアを搭載しており、それぞれパフォーマンスコアとエフィシェントコアと呼ばれています。パフォーマンスエフィシェント。ちなみにこの i9 にはそれぞれ P コアが8個、E コアが8個ずつ搭載されており、P コアだけハイパースレッディングがついている状態となります。なので、16コア24スレッドという数字になります。はい、ここテストに出ますからね。いや、絶対無理。まあ P コアや E コアについては詳しく説明してるところがたくさんあるので、そちらをご覧ください。丸投げ。あとは簡単にベースクロックは 3.2GHz で、最大クロックが 5.2GHz となります。TDP は 125W で最大 TDP は 241W となっております。ですが、噂によるとこれ以上に電力を使うらしいので恐ろしいですね。後でアイドルジや負荷をかけた時の電力も見てみたいと思います。では続いて使用するマザーボードのご紹介です。今回私が慌てて購入したマザーボードはこちらになります。 MSIMPGZ690H Wi-Fi DDR4 になります。
こちらはマザーボードだけで約4万円になります。よ、4万円のマザーボード。こちらは DDR5 バージョンもあるんですが、今市場に DDR5 メモリが非常に少なく、いつ購入できるかわからないので、今回は DDR4 番のマザーボードを購入しました。まあ、あったとしてもメモリもマザーも高いんですけどね。こちらがこのマザーボードに入っているもの一覧になります。入ってるものに特に変なものはないんですが、こちらの小さい袋、ちょっと拡大してみましょう。こちらに USB が入っているんですが、こちらには様々なドライバーが入っており、中でも LAN のセットアップドライバーをインストールしないと、インターネットに繋がらないのでご注意ください。ちなみに私はこの後これでつまずきました。ではマザーボード本体も見ていきましょう。シュララララ。ではこちらがマザーボード本体となります。おお、新しいのはやっぱり綺麗ね。はい、こちらのマザーボードは黒ベースに、ドラゴンの部分が光るゲーミングマザーボードとなります。こちらのマザーボードなんですが、先日の MSI の展示会でもインテルの展示会でも、実物が置いてなかったので実は見るのが初めてになります。電源回路はダイレクトパワー16+1+1の 75Ampsps で、オールアルミニウムデザインとなっております。M.2 スロットも全部で4箇所あります。背面のインターフェースはこんな感じで、USB の数も 7+1 タイプ C あるので割と十分に使えるんじゃないかなと思います。そういえばさっきピンの数が1700本がどうとかそんな話してなかったっけ？ああそれなんですが、こちらをご覧ください。こちらソケットカバーなんですが、ここに LGA17×× と LGA18×× と書いてあるんですよね。LGA18×? 単純にソケットカバーが同じだけなのか、数えてませんが実は LGA1700 と書いてあってもピンの数は1800あるのかもしれませんね。どういう意図かはわかりませんが、今後 LGA1800 シリーズも出るのかな、ってちょっと不思議に思いました。それでは実際に組み込んでいきましょう。今回からソケットが下向きに開くようになったので、レバーを上げたら下方向にカバーを開けていきます。そしたら CPU を取り付けていきます。CPU の左下に三角マークがあるので、それを目安に入れていきます。まあ文字が今まで通り正面から見えるように入れるだけなんですけどね。そしたらソケットカバーを外して、CPU を固定します。今回のレバーが硬いって噂でしたが、本当に硬かったです。そしたら今回は検証なのでオープンフレームに乗せて、ネジ止めしていきます。続いて M.2 をつけていきます。今回はサムスン製 1TB を使用します。ペリペリを剥がして。ネジ止め。続いてメモリはコルセアのベンジェンス RGB Pro 16GB×2枚を使っていきます。DDR5 番のマザーボードはメモリの差し方が少し変わりましたが、DDR4 番は今まで通りの付け方で大丈夫です。では続いてクーラーなんですが、こちらを使っていきます。こちらのクーラーを、穴に合わせられないんですね。今回ソケットが1200から1700に変わったことで、今までのクーラーをそのまま使用することができません。対応するブラケットか ASUS のマザーボードでは、穴がどちらも開いてたりとするみたいです。え、じゃあ付けられないじゃん。さすがにこのままでは使えないのでこちらを買ってきました。シュラララ。こちらはサイズ製の LGA1700 用のマウントキットになります。値段は1000円ぐらいでした。こちらのマウントキットでは、無限語、虎鉄マーク2、風魔、忍者語、ビッグ手裏剣、手裏剣、頂点のシリーズに対応してるマウントキットになります。入ってるものはこのバックプレートと固定金具とネジだけです。あ、ちなみにこれは秋葉原のつくもで売ってました。付け方は特に変わり映えがないのですが、バックプレートを入れて、ゴム足を入れてその上に固定金具を乗せてネジ止めします。ネジ止めもお忘れなく。そしたらグリスを塗っていきます。今回は SMZ1 を使ってます。塗り方がわからなかったのでとりあえず×印にしてみました。あとは今まで通りヒートシンクを乗せて、ネジ止め。ファンを取り付けて、その他必要なケーブル類をマザーボードにつけて、完成となります。それでは早速起動させてみたいと思います。スイッチオン。
お、ドラゴンが光ってる。割とこのエッジはゲーミング感がありそうですね。しばらく待っていると。バイオス画面が開きました。ではキャプチャーに移ります。はい、こちらがバイオス画面となります。CPU もメモリもきちんと認識されていますね。あれ、そういえばグラボは。今回は内蔵グラフィック付きの CPU なのでグラボは取り付けませんでした。ではせっかくなので Windows 11をインストールしてみたいと思います。ここで悲劇が始まるとは。Windows 11も今までのインストールと特に変わり映えがなかったので、どんどん進めていきました。そしてセットアップ画面に入り、いろいろと設定を進めていきます。はい、ここで Windows 11はネットワークの接続が必要になります。あれ、何も出てないわよ。はい、そうなんです。ちょっとマザーボード紹介のところに戻ってみましょう。こちらに USB が入っているんですが、こちらには様々なドライバーが入っており、中でも LAN のセットアップドライバーをインストールしないと、インターネットに繋がらないのでご注意ください。中でも LAN のセットアップドライバーをインストールしないと、インターネットに繋がらないのでご注意ください。インターネットに繋がらないのでご注意ください。ということで繋がらなかったんですね。仕方がないので Windows 10をインストールして、そこからアップデートをかけました。はい、こちらがデスクトップ画面となります。うわ、何この CPU のコアの数。24個なんて見たことなかったのですごいですよね。で、ちなみにこのコアなんですけど、ちょっとわかりにくくてすみませんが、赤字が P コアで青字が E コアとなります。YMM の図形描写ではなかなか表現が難しかった。ちなみにアイドル時の消費電力は、約 40W 前後でした。では続いてシネベンチもやってみましょう。果たして虎鉄マーク2は i9 に勝てるのか。シュラララ。それでは行ってみましょう。どのくらいスコアも発熱も出るのか楽しみ。ね。って何これすご。ちなみにこれは今1倍速でお送りしてます。ただやはり温度の方はみるみる上がっていますね。さすがにコスパ最強と呼ばれた虎鉄マーク2では厳しいかしら。それでもクロックは 5GHz に近い数字を出したりしながら頑張ってますね。もう少しで終わりそうです。え、そんなに早く終わるの？きちんと冷やせてればもっと早いかもしれませんね。今でも十分早いわよ。はい、ということで終わりました。時間にして約30秒でしたね。結果はこちら。マルチが 26,647 でシングルが 1,971、最高温度は4つのコアが100度になっていました。それでも 26,000 ってすごいわね。ちなみにシネベンチ中の最高ワット数は 342W でした。この辺はいろいろ設定をしていくと上がったり下がったりするかと思いますが、今回はデフォルト設定で行っております。それでは次のクーラーも試してみましょう。次ってまさか。そうです、グラカマ先輩です。シュラララ。はい、それでは皆様大変長らくお待たせいたしました。あの伝説の方にお越しいただきましょう。グランドカマクロス先輩です。グラカマ先輩。はい、このチャンネルでは幾度となく検証に使われてきた。グラカマ先輩ですが、最近なかなか出番がなくてすみません。こちらのグラカマ先輩ですが、実は2013年生まれなんですよね。なので今から8年も前のクーラーで、現行インテル最強の CPU を冷やせるのか試してみたいと思います。あれ？てかソケットが変わったのにグラカマ先輩つけれるの？はい、フォロワーさんの話では LGA1366 対応のクーラーはつけれるみたいで。せっかくならと試してみようかと思います。本当にグラカマ先輩が第12世代のマザーに取り付けられるのかしら？各プッシュピンを一番外側にして試しています。一つ入ったわね。穴の位置がなかなか決まらずちょっと苦戦してます。おお、ついたわね。それではグラカマ先輩と i9 のコラボです。ちょっと待って。え、何？
グラカマ先輩確かに久々だけど、こんなプロモーション的なのいる？あ、いやせっかくだからと思って。はい、ということでこちらがバージョングラカマ先輩になります。ではこちらでもつけてみましょう。スイッチオン。おお、グラカマ先輩も回り始めた。ということでこちらがグラカマ先輩のアイドル時になります。だいたい温度は20から25度ぐらいでしょうか。シネベンチも回してみました。さすがにコテツと比べると温度の上がり方が早いような気もします。頑張れー、グラカマ先輩。サーマルスロットリングが起きてますが、でもフリーズしたりパソコンが落ちたりせずに頑張ってます。確かに頑張ってるわね。せっかくなので最後まで見てみましょう。温度計が全部黄色に。グラカマ先輩あと少し。ゴール。はい、ということで約32秒で終わりました。結果はこちら。マルチは 24,465 でシングルが 1,951、最高温度は2つのコアが100度でした。結果よりも走り切ったグラカマ先輩に感動。まあ確かに。とりあえずコテツとの比較はこんな感じです。とりあえず落ちることはなかったですが、さすが 360mm 簡易水冷水晶の CPU ですね。今回は初回ということでとりあえず手元にあるクーラーで試してみましたが、今後はここから他のクーラーなんかとも比べていってみたいなと思いました。まあせっかくだし色々できそうよね。ですです。はい、ということで今回は、インテル第12世代コア i9-12900K で、コスパ最強クーラーと伝説のグラカマ先輩で動かしてみた、でした。グラカマ先輩がなんだかんだで頑張っていたけど、やはり劣化か性能的になのかちょっと厳しい結果にはなったわね。まあでも一つの参考にはなりましたね。コテツマーク2もなかなか頑張っていたと思いますし。だね。こういったリテンションもいろいろと販売や、ものによってはメーカーから送ってくれたり等もあるので、もし LGA1700 を使う予定がある方は、なるべく入手しておいた方がいいかもしれませんね。だね。ということで本日はここまで。もしよかったら評価、チャンネル登録もご検討よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃんけん。ポン。またね。